はい、よろしくお願いします。カズです。あ、カズじゃねえや、カズ改め、木村和夫とベイクトポテトということで、今日させて今日からさせていただきたいと思います。話は長いですけど、昔のバンドの名前ですが、このメンバーがですね、新生、木村和夫とベイクトポテトと、今時ね、本名をバンドの名前にフルで入れてですね、名前にしているなんていうのは昭和かっていう話ですけど、まさにそうかなと思ったんですけど、まあ、それでもね、逆にあの頃の、バンドの良さも、引き継ぎ、そして新しいメンバーでですね、いい音を作って、ぜひどっかでですね、皆さんが知ってるというような曲をなんとか作って、世間様にですね、なんとか知ってもらえるようになりたいなと思って、今日も頑張ります。それではですね、1曲目からいきたいと思います。大丈夫かしら。ではこれが実は20歳21歳の時に作った曲です。よろしくお願いします。行けないこと誰もが知っているはずなのに、心のままに生きてくことはできないことだと
つだっけな、大学生の時に作った歌でしたね。時代が変わりまして、次は、最近作った歌ですけど、まあ、最近でもないかな、割と前ですけども、自分としてはすごく気に入ってる曲です。で、ちょっと待ってください。自分の曲にもかかわらず、これ毎回言ってるんですけど、歌詞を覚えてないっていう。さっきね、あの2人よく歌詞をちゃんと覚えながら歌ってるなっていうのが僕だけですかね。まあ、とりあえず曲っていうのは何つうんでしょうね、あのいろいろ思い出が、まあ、ある中作るんですけど、割とあの実体験というよりは空想の中で作ってます。切ない思い出、悩み続けた日々、誰にも打ち明けられずにいた時、届いたあなたの手を振る写真に、ドキドキと私の中の時計が
ありがとうございます。次の歌はですね、一度私、バリ島で1年半ほど仕事をしたことがありまして、でそこで次の歌をですね、ある外人さんの前で歌ってみました。そしたら途中英語の歌詞があるんですけど、女性だったんですけどね、その歌詞おかしいって言われましてですねえ、まあ日本語英語になってたと。でこういうふうに言うのよっていうふうに教えてくれまして、実はそれに直してですね、歌詞が出来上がったというような思い出があります。ではベイビーブルーを。
さて新生、木村和夫とベイクトポテトということで、ここでですね、ちょっと、初めてですがメンバー紹介でですね、ピアノのキーボードの、尾又博之さんです。そして、ベースのジンさんですね。イエイ。で、一番新しく入ってくれました海翔さんっていう名前ちょっと変わってますけど、ドラムの海翔さんです。私はカズです。まああのですね、まあ、歌を歌って長いっちゃ長いんですけど、あのなんつうんでしょうね、なかなかね、一回で人に、心をなんつうんでしょうね、一コロにするという曲っていうのはなかなか難しいと思うんですけど、まあ、先ほど、曲っていうのはなかなかできない中ですね、次の曲は本当に、思って、現実をもう 目にしながら作った曲で、僕の坂道を歌えていた。
さんやってますね。やってる、これからかな。すごいですよね、やっぱりね。あの、何がすごいかって、やっぱりあの、もちろんステージはすごいんですけど、あのグッズ関係をね、やっぱりあのプロモーターが用意するんでしょうね。もうあらゆるものが用意されてるみたいで、まあ、多分あれはあのブルーノ・マースのバンドに行くというよりは、興行主のところに入るんでしょうけど、いや、それでも1時間もね並んで皆さん買われるってことでですね。で、まあ、そういう意味ではあの木村和夫とベイクトポテトのサインとかね、今のうちだとは思うんですけども、多分もう少ししたら1時間待ちかもしれないっていう、まあ、こういうこと言うとよく笑われるんですが、でも不可能じゃないということで思ってますので、もうぜひアピア40から、まあ、世界にっていうのはちょっと言い過ぎですけど、まあね、1曲ドカンと行きたいなと思ってます。では、次の曲はですね、これはもう、今か今かと待ってらっしゃる人もいるんじゃないかと思次の曲も、21歳の時だから、もう年もバレますけど40年以上前に作った曲をお送りしたいと思います。透き通る風が頬をくすぐる、眩しい日差しに夢から覚めて砕ける波の聞こえる。言葉をどかしてしまう眼差しに、小麦色に焼けてゆく俺の夏の日の思い出を映し出し、お前のすべてをさらってゆく。二度と
つめる静かに訪れるときめきのようにあなたは言葉を残し歳ですよね、時 の、 あのバンドの録音したのを持っててくれて、それをあの聞きました。まあ声が若いかっていうと確かに若いかもしんないですけど、なんとも言えないですよね自分、まあ、そういうこう思い出の歌でした、マイラブリーレディ。それでは、今日、最後の曲になります、なかなかね、ここで歌わせていただくのも毎回出られるわけじゃないんですけど、次回は3月ですよね。もう日にち決めていただいてます？まだ、木村和夫とベイクトポテト出てます、ぜひ絶賛チケット前売りしてましたっけ？してない、してないかもしれないと。まあそんなんでですね、必ず、どっかで聴いてもらえる曲を作って皆さんにお届けしたいと思います。最後の歌はですね、ちょっと大人の歌だと僕は思ってますから聴いてください。当たりを
私は